武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、法政大学の2016年の入試について話していきたいと思います。法政大学、まず傾向形式などの変化についてですが、英語で、いろいろ変化がありました。特に大きな点としてはまず、T 日程、統一日程ですねの英語の問題が英問英答形式になっていたという点で、さらに問題の、構成もちょっと難易度が高めになった、ちょっとじゃないです結構難易度高めになったという点と、あとはグローバル教養学部に重英作文が記載されたという点ですね。この2点が大きな変更点かなというふうになります。他にも変更はちょこちょこあったりはするんですが、そこに関しては、調子に伸びていこうと思いますが、他の科目に関しては形式に関しての大きな変更点は、特にはありません。ただ難易度、などの変化などはやはりありますので、それについても一個一個科目ごとに述べていきましょう。まず英語についてですが、先ほど言ったようにそのまず T 日程、統一日程ですね、こちらの英語がかなり難易度が、昨年度と比べると上がったかなというふうに、思います。というのも割とその英文英答形式になってそもそも慣れてない人が割と多いかなというところはあるので、来年以降、2017年以降も同じ傾向が続く、可能性があると、すると、やはりその英文英答形式に少し慣れておく必要があるかなという形ですね。で、割とその、本文の材料を集めて内容を特定するってことができないと、読めないような問題とかも出ていたので、このあたりしっかり解ける練習しておきましょう。で、法政は特に英語国語に関して聞いてくる設問の部分が割とその、内容全体さえ把握してればいけるっていうよりは部分部分での読解ちゃんとできないと解けなかったり、聞いてくることが、ちょっと、独特だったりする側面が強いので、過去問のやり込みっていう部分がすごく、重要な、問題になります。なのでそのあたり、しっかりですね、他学部の問題も含めて、結構過去問を徹底的にやり込んでおいた方がいいでしょう。で、グローバル教養学部、の重英作文についてですが、作文量自体は1行2行程度なのでそんなに長くはないです。ただ、やはり英作文自体の練習をしてなかった人は結構多かったかなと思いますので、今後も出る可能性高いと考えると、和文英訳1冊ぐらいは仕上げておく必要があるかなというふうには思います。で、他の英語でもいくつか変更はあったんですが、これに関してはセンターなどの対策やってれば十分対応できるレベルのものではあるので、ネクステージなど一通り一冊仕上げておけば十分対応できるかなと。で、会話で長いのが出た学部もありますので、会話問題苦手な人は英会話問題のトレーニングなどを追加しておくといいかもしれません。ただ分野別に惑わされていろんな対策に手を出してしまうよりも、基本的には過去問のやり込みに力を入れた方がいいかなというふうに思います。はい、続いて数学ですが、数学に関しては例年通りといった形ですね。解ける問題は基礎的なものが多く、難しいもの一部含まれていますが、それが解けないと合格点が取れないということは基本的にないので、基礎と標準問題ですね、このあたりをちゃんと網羅してやっておきましょう。で、重要なのはやはり回答を最後まで正解まで持っていく、自分で最初から式作るところをですね、ちゃんとできるようにしておく、点検問題はすぐに思いつけるようにしておく、このあたりの基本的なものの完成度を上げていく、このあたりを意識するようにしてください。国語に関してですが、現代文のみだったり古文漢文あったりということで学部によっていろいろありますが、根本的には先ほど言ったようにちょっと聞いてくることが独特なので、その傾向に慣れているかどうかという部分ですね。参考書そのものはやはり日大レベルや回しレベルなど基礎標準的な問題集を一通り仕上げていけば、十分対応できるかと思いますので、ただしもう本当に年明けたぐらいからは過去問しかやらないぐらいのつもりで過去問をいろいろやり込んだ方がいいかなというふうに思います。基礎知識が足りなければ参考書で追加でやってもいいんですが、それよりも、ここの形式に慣らすことを意識するようにしてください。続いて社会、ですが、社会に関しても、解ける問題と解けない問題っていうのが結構分かれている側面があって、解けない問題に関しては本当に難しいのが出ることもあるので、そこは下手に時間を使わず、解けるところで確実に合格点を持っていくっていうことに意識を向けるようにしてください。で、時事など、最新時事なども多少は抑えておいた方がいいか側面がありますので、このあたりやっておいた方がいいんですが、ただ根本的に重視されるのは、基礎知識系のもの、あとはできれば問題集一冊などを徹底的に仕上げておいて、その国に載っている用語だったら間違いないという状況をいかに作るか、というところですね。ケアレスミス、だったり、うろ覚えの知識、このあたりがあると、それだけで減点、される可能性が高くなってしまいますので、どの学部の問題であったとしても、合格点を取るために必要な力っていうのが、大幅に基礎や標準的な問題を逸脱するということは、ほぼありえないので、苦手範囲などを作らずですね、
とりあえず一冊何かちゃんと前半に仕上げているものをちゃんと作るということをやるようにしてください。で、理科に関しても基礎的標準的な問題が中心となっています。なので、まあ、ここに関してはやはり社会と同じく参考書を、まあ、問題集ですね、完璧に仕上がっているものと、いうのを作ることが非常に重要です。で、そこで、知識の偏りをつけたりせずにですね、全文や、ちゃんと一通り網羅してて取りこぼしがない、で自分で解けるということになっている。で、余裕があれば取りこぼしないように計算問題の練習など、まあ、特に物理科学ですねはやっておいた方がいいかなと、は思います。で、まあ、基本的な取りこぼしさえしなければ合格点、過去問にあとは慣れていればですねちゃんと持っていけるとは思いますので、まあ、直前期の勉強に関しては過去問重視でやっていって、どうしたらその答えにたどり着けるのかってことを分析することを意識するように心がけてください。以上が法政大学の対策となります。